にちは。ちょっと事情があってですね、レゴスパイクでロボットを作ってピンポン玉を運ぶことになっちゃいました。なので今日はピンポン玉を面白く運ぶためのロボットを作っていこうと思います。今作ってるのはピンポン玉を運ぶためのロボットの台車部分、下の車の部分を作っちゃってます。大体の作りとしてはこんな感じで、モーターを2つ、その上をこんな風にフレームで固定して、さらにハブを乗っけます。ずれないようにこうやって黒ピンをつけて、大体これで大まかな作りは完成です。モーター2つの横に黄色い車軸を刺しておいて、あとはタイヤを刺していきます。これで大体の車の形ができたので、あとはこけないように、それから旋回もできるように、後ろによく転がるパーツをつけていきます。まず紫のビームを渡しておいて、それから前のタイヤと高さが合うようにこのパーツもつけていきます。よし、こんなとこかな。一旦ちゃんと走るかどうかチェックしたいので、ケーブルをつないでみます。どれ走るかな。もっと逆。よし、ちゃんと走ってくれそうですね。これで台車の部分が完成です。次にピンポン玉を運ぶための面白いパーツを作っていきます。なんとなくですけど、長いパーツの上にドドドドドッとピンポン玉が乗ってるようなパーツを作って、最後はゴロゴロゴロと転がしていきたいので、ちょっと今回は大きめのパーツを作っていきます。この黒いパーツがベースの部分になってます。まず黒いパーツを床にして、その横に青いパーツを壁代わりにつけていきます。これで横にピンポン玉がこぼれていく心配がなくなります。この黒いパーツの部分を伸ばしていきますけど、このままだとさっき伸ばした部分でピンポン玉が横にこぼれちゃうので、横の方にピンポン玉がこぼれていかないような仕組みを作っていきます。レゴスパイクはこういうビームをよく使って結構大きなパーツも作れてしまうので、ロボットを作るときはいつもこのパーツを使って何を作ろうかなと思いながら組み立てていきます。よし、長いパーツができたのでイメージこんな感じで、この上をピンポン玉が滑っていく感じです。ちょっとつけてみましょう。これでいけるかな。ちょっと狭いかな。このビームの間隔があんまり狭いとピンポン玉が転げちゃうかもしれないなと思ったので、さっきのビームをもう少し横に広くつけられるような作りにしようと思います。この紫のパーツをさっきの黒いパーツの横につけていって、横に広げられるようにしようと思います。うん、いい感じですね。あとはピンポン玉が横にずれないようにちゃんと転がってくれるように位置を決めていきます。この黒いパーツを2つつけて、このピンポン玉が転がってくれれば OK です。大体できましたかね。よし、あとはこの上をピンポン玉が転がるんですけど、まず目的地に着くまではピンポン玉がこぼれちゃうと困るので、後ろの方にストッパーをつけます。こんな感じで止まってくれたらいいんだけど、いや、こぼれちゃうな。もうちょっと高さをつけた方が良さそうですね。うん、よし、ちゃんと止まってくれる。前に行ったら転がってくれる。じゃあここまでだいたい形ができてきたので、そろそろ台車と合体をさせようと思います。
さっきの台車を持ってきました。そこのところに、よいしょ。ちょっと位置が違うかな。さっきのパーツはそのままつけていくんですけど、あのパーツを前の方に傾けたり、後ろの方に傾けたり、そんなことができるパーツをつけていこうと思います。基本的にはこのモーターをぐるぐる回して、さっきのパーツを前に傾け、後ろに傾けというような仕組みを作っていきます。だいたいこんな感じでモーターにビームをつけて、その上にさっき作った長いパーツを置いていきます。まずこの長いパーツを車の前のところにつけていきます。そしてその間に黄色の棒を通してさっきの長いパーツを固定していきます。このままだとゆるゆるになっちゃうので左右にずれないように小さな灰色のパーツで固定していきます。よし、いい感じかな。ボールを落とすときは前に、ボールを運ぶときは後ろの方に傾けて、ボールがちゃんと転がらないようにしようと思ってます。だいたい良さそうですね。止まってくれて、前に傾けると落ちてくる。よし、バッチリ。あとはさっきつけたモーターでちゃんとこの長いパーツを前に傾けたり、後ろの方に傾けたり、そんなことができるようにしていこうと思います。この長いパーツはどちらかというと、黄色い軸に対して後ろの方が重いので、何もしなかったら後ろの方に傾いてくれて、ボールが前の方に転がっていかないようにしてくれてます。最後につけたモーターで、この長いパーツのお尻を跳ね上げて、ピンポン玉をゴロンと、後ろの方に落としていくような作りにしていきます。こんな風に、長いパーツの下の部分に、台座の部分をつけていって、高さを調整していきます。よし。モーターが下のところにあるときはこんな風にボールをちゃんと持ってくれて、ギアを跳ね上げるとボールがゴロゴロっと前に転がっていくような、そんな作りになってます。あとは、私の趣味ですけど、やっぱりモーターにはこういう風にブロックをつけて、回しやすく、回ってるのが見えやすくするのが好きです。よし。バッチリそうですね。いい感じ。じゃあ、ちょっとプログラムで動かしてみましょう。まず、左を向いて前に進む。目的地に着いたら、ちょっとこぼれるけど、ドカラーンと、ボールを落としていくようなロボットです。最後はちゃんと戻ってきます。ちょっとまだ方向がまっすぐじゃないですけど、こんな感じでロボットを作りました。今日は見てくれてありがとうございます。面白いと思ったら、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。またねー。